ハングリーアースは、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フー』第五シリーズ第8話、2010年5月22日に BBC1 で、初放送された。脚本は、第3シリーズ、タイムリミット42や、スピンオフシリーズ、秘密情報部トーチウッドを以前に執筆していたクリス、チブナルが担当した。本作は、次話、冷血との二部作であり、 爬虫類のヒューマノイドであるサイルリアン族が1984年のウォリアーズ・オブ・ザ・ディープ以来の再登場を果たした。本作ではタイムトラベラーの異星人11代目ドクターと彼のコンパニオンのエイミー・ポンドとローリー・ウィリアムズが2020年のウェールズに到着する。そこではナスリーン・チャウダリーが地下採掘計画の指揮をとっていたが、 そのドリルが地下で休眠していたサイルリアンの文明に対する攻撃であると解釈されてしまう。サイルリアンは地面に穴を開けてエイミーを拉致し、ドクターとローリーはサイルリアン族のアラヤを確保する。アラヤに何かあれば戦争の火種になりかねないためローリーと地元家族にアラヤを傷つけないよう指示を出した。ドクターはナスリーンをタービスに乗せて誘拐された。 地元人モータその息子エリオットとエイミーを救うべく、サイルリアンの文明へ向かう。エグゼクティブプロデューサーのスティーブン・モファットとピア・ーズ・ウェンガーは、チブナルトコンタクトを取り、サイルリアンとドリルの登場する二部作エピソードを、執筆するよう彼に依頼した。モファットは、サイルリアンの再デザインを望み、チブナルトともにサイルリアンの顔用の特徴ある、ソーシングを制作した。本作は、 第5シリーズの第4制作ブロックに位置付けられ、2009年10月と11月にウェールズのランワノで撮影された。マッキントッシュは後に別のサイルリアンであるマダム・バストラ役でシリーズに復帰することとなった。本作の視聴者数は BBC1 と BBCHD で649万人を記録し、批評家からのレビューは賛否両論であった。 ホラー描写を称賛する、批評家も痛いた一方、物語があまりに単純すぎると指摘するものや、サイルリアンの新しいデザインに否定的なものもいた。スティーブン・モファットは、クリス・チブナルにコンタクトを取り、ドクター・フーの執筆に復帰するよう依頼した。チブナルは、以前に、ドクター・フーのエピソード、タイムリミット42や、スピンオフシリーズ、秘密情報部トーチウッドの、 複数エピソードを執筆していた。モファットとエグゼクティブプロデューサーのピアーズ・ウェンガーは彼にサイルリアンとドリル及び二部作という指示を与えた。サイルリアンは1970年のドクトル・フーサイロリンスと1984年のオリアーズ・オブ・ザ・ディープで登場した悪役である。調査のために、チブナルはオリジナル小説、戦律、指定モンスターを読んで、 クラシックシリーズを視聴し、自由脚本家、マルコム・ハルクガが,が、テレビの形式でできなかったことを小説に持ち込んだ、ことに着目した。チブナルは、地表の人間の村と対照的なサイルリアンの大都市を登場させたいと思った。サイルリアンが、他の悪役ほど人気ではなく、また、登場回数も、多くないということを知ったモファットは、サイルリアンを新規視聴者に見せるようチブナルに指示を、 出した。チブナルは、今回の敵対生物について何もわからない状態で、物語を開始し、これまでサイルリアンを見たことのない人々にあり得る、最もエキサイティングで恐ろしい手法で、サイルリアンを登場させることを決めた。また、チブナルは、サイルリアンの、両将類的な親族シーデビルを再登場させる、ことも考えたが、 に種族のモンスターを登場させるのははるかに難しいと判断し、物語を明らかにサイルリアンについてのサイルリアンの望むものにすることを決定した。チブナルはドクターとエイミーが離れ離れになったのを楽しみ、本作の大部分をエイミー不在で進めることに決めた。モファットもシリーズの中盤において他者と違うようにドクターが振る舞う様を描写するのが適切だと考えた。 ドクター風に対応する舞台、裏番組、ドクトル風コンフィデンシャルで紹介された削除されたシーンでは、もしドクターたちの観測した未来が実際に起こるなら、どのように10年後のエイミーとローリーになるのか、エイミーとドクターが話をするシーンが撮影されていた。エイミーの不在につき、チブナルは、ナスリーンが事実上のコンパニオンになったと考えた。 ナスリーン役でキャスティングされたミイラ・サイアルは子供時代からドクター風のファンであった。彼女は2005年に新シリーズが始まって移行役を獲得しようとしており、ナスリーン役を手にした際に喜んだ。サイアルはナスリーンについてドクターと互いの熱意に感心して良い友人になった地位の高い革新的な地質学者であると表現した。モファットは サイルリアンの再デザインを望み、特にダブロストの差別化を図るために、クラシックシリーズでは存在した第三の目をなくしたいとも感じた。本作のサイルリアンは、同種の別系統であるように意図されたため、オリジナルのサイルリアンも存在をなかったことにされたわけではない。チブナルはデザインされ直したサイルリアンを美しく描写し、演者の特徴を捉えることで、個体差を作ることや、 演技の強化が意図された。チブナルは人類とサイルリアンがどれだけ互いに似ていて、それでいて勝つことなるかについてのテーマを二部作にもたらした。必要な送信具が効果であったため、サイルリアン役のすべての演者に送信具を用意することを防ぐよう、エキストラのサイルリアンは覆面を着用した。また、チブナルはサイルリアンの神経糖に有毒性の舌を導入した。 ハングリーアースと次ぎ話、し、霊結は第5シリーズの第4制作ブロックで制作され、2009年10月と11月にウェールズのランワノとアッパーボートスタジオで撮影された。サイアルのインタビューによると、ロケ地での撮影が最初に行われた。ドリル自体は自動でコンピューターで行われた。エイミーが地中に引きずり込まれるシーンの撮影では、ギランは 箱の上に立って石の区画の中へ進行した。区画の開放部には土の層の巻かれた二つのゴムが使われ、ギランが降下するとともにそのゴムが伸長した。ギランは土が耳に入らないようにするため、メイクの上から耳にテープを貼って撮影した。ギランは当初スタントを演じることを怖がっていたが、エイミーも同じように感じると予想した彼女は自身の恐怖と 閉所恐怖症を当該シーンに組み込んだ。イギリスでは、ハングリーアースは BBC1 にて2010年5月22日の午後6時15分から放送された。この放送時刻は普段の放送よりも早いもので、これはドクターフーの後枠で放送されていた、オーバーザレインボーのフィナーレのためであった。本作の当夜の視聴者数の速報値は、 BBC1 にて439万人で番組視聴選挙率は30.8%を記録した。この数字に基づくと本作は2005年にドクター風が復活して以降最も数字の低いエピソードであったことになる。最終確定値は視聴者数649万人で BBC1 では601万人、BBCHD では48万人を記録した。 2010年5月23日に終わる週では9番目に多く BBC で視聴された番組であり、全チャンネルでは20番目に位置した。アプリシエーションインデックスは86であった。日本では2015年6月25日の午後11時から、全はエイミーの選択に続いてアクスンミステリーで字幕版が放送された。ハングリー・アースはエイミーの選択や冷血とともに、 リージョン2の DVD とブルーレイディスクが2010年8月2日に発売された。同年11月8日には完全版第5シリーズボックスセットの一部として再発売された。日本語版 DVD は2014年10月3日にドクター風ー,ージェネレーション DVD ボックス1に同梱されて発売された。本作は批評家から複雑なレビューをされた。 ガーディアン氏のダン・マーティンは本作で興味深い板挟みが設定されていると述べたが数多くの要素が導入されたにもかかわらず実際に起きているように見えるものは多くないとした。また彼は地元家族にも批判的でありエリオットとナスリーン以外は気にしていなかったという。またエイミーが地中に引きずり込まれるシーンは効果的で心が痛むと論評したものの そのせいでエピソードの残りの部分はエイミーの欠けたものになったとした。ただし彼は再デザインされたサイルリアンの送信具についてはこう評価した。デイリーテレグラフのキャビンフラーは本作が残念でなかったとして喜んだ。ドクターの平和主義を描くエイミーの出番は少ないものの記憶に残る悪夢のようなシーンを見せるといった選択を彼は称賛した。しかし、 彼は、ミイラ・サイアルの演技を気に入らず、サイルリアンのサイデザインについてもオリジナルの見た目から、切り離されていて求心的であると論評し、特に第三の目がなくなったことを批判した。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは本作を肯定的にレビューした。彼は心をつかむ物語やペース配分、不気味な演出、壮大なアイディア、 近未来の小規模な村という舞台、ゲストキャラクターを称賛し、本作が、昇進証明の古典的な、ドクター・風のようであると感想を抱いた。特に彼は、サイ・アルト・スミスの演技を称賛した。また、彼は、サイ・ルリアンの古いデザインは現在では滑稽だと言い,い、新デザインを高評価した。彼は、ピーター・ハリデーの古い声が恋しがりながらも、ネーブ・マッキントッシュがあっていたと述べた。 AOL のテレビ評論家、ブラッド・トレ着は人類とサイルリアンの構想と歴史上の対立をなぞらえることができることに肯定的だったが、本作は機械が無駄にされていると論評した。より恐ろしいエピソードを望んでいた彼は、本作がホラーというよりもむしろサスペンスやアドベンチャーだったと感じたほか、物語自体もかなり単純で、サイルリアンもストーリーライン全体の一部でしかなく、 十分に導入されていないと考えた。イグンのマット・ウェールズは本作を10点満点で8点と評価し、白弱だが満足な成功だと評価した。彼は物語に深みがなく単純だと述べたが、強力な空き役のキャストや同情を誘う登場人物の存在により、爽やかに物語性が生まれていると論評した。また、彼はエイミーのいないまま番組を巧妙に進行させた。 スミスのドクターを称賛した。SFX のヤン・ベギマンは本作に5つ星の、うち3つ星を与えた。彼は、サイルリアンの有毒性の下の写出や衣装には肯定的であったものの、サイルリアンの新しいデザインに気を悪くした。また、彼は、台本が不格好であると批判し、技術的な面に疑問も投げかけた。しかし、彼は AME が地中に引きずり込まれる。 シーンだけでなく、エリオットに対する墓地でのあらやの狩りや、ドクターとエリオットの間の相互作用を称賛した。ありがとうございます。